はい、こんにちは、ゲンです。今日はですね、コロナに負けるな、ボクシングトレーニングで体力向上というテーマで話をしていこうと思います。で、やっぱり今コロナの影響でなかなか外に出れなかったり、もともとジムとかで運動習慣があった方とかも、ジムの自粛とか、そういった関係で出れないことが多くなっていて、運動の機会が減っているとは思うんですね。で、僕は恵まれているというか、一応通っていたジムがまだコロナの対策をしつつ開放しているので、週1回トレーニングに行っております。で、昨日もちょっとトレーニング行ってきて、今肩周りが痛かったりしてるんですけれども、週1回やっぱりトレーニングすると体の状態がいいというか、やっぱ運動はすごいいいなっていうのがありますね。で、外出自粛要請が出ていて、結構それを真に受けてきちんと家に閉じこもっている人と、そうは言ってやっぱ買い物とか、散歩とか、できる限りで動いている方たちもいるとは思うんですけれども、特に高齢者の方なんかは、1、2ヶ月家に閉じこもっちゃうと、衰えるのは、これは確実ですね。僕自身も経験があるんですけれども、小学生の時にちょっと交通事故にあって2ヶ月ほど入院してたことがあって、1ヶ月間寝たきりだったんですね。で、回復した後のリハビリがめっちゃ大変で、赤ちゃんって首座ってないじゃないですか。僕もその時首が座ってなかったし、でそもそももう衰えるだけ衰えてたので、ご飯食べようにもお茶碗とか持てないんですよ、重たくて。そんぐらい衰えてたんですよ。多分想像してみてもらうと分かるんですけど、箸も持ってないし、ご飯食べようと思って持っても手がプルプル震えてて重たくて、で箸も持ってないし、でスプーンですぐったりとか、すごい大変なんですね。その時は若かったから、回復も早かったからいいんですけど、やっぱり衰えてしまうとなかなかね、運動するのが今自粛制限が出ているせいで難しいのはあるんですが、やっぱボクシングなんかもトレーニング動画とか、例えば元世界チャンピオンの方とか、ジムを経営している方なんかが、YouTube なんかでも調べればたくさんあるので、そういった動画を見ながらやってもらうといいんじゃないかなと思います。サンドバッグとか、あと対人でミットを持ってパンチを受けるとかっていう練習は一人だとできないんですけども、例えばペットボトルなんかでも 1リットルとか持てるんだったら持ってシャドウするだけでもすごい運動になるので、これはすごい僕はお勧めしたいなと思います。またボクシングがいいのは、有酸素運動と無酸素運動が一緒にできる点ですね。昨日トレーニング、ボクシングトレーニング1時間半ぐらい行ってきて、特に左の肩周りすごい今痛いんですね。っていうのも僕も打ち方が下手くそなので、結構手で打っちゃってるんですね、パンチを。なのでインパクトの瞬間に手で打ってる分肩に負担がかかってたりとか、これが体で打てるようになると痛みがないんですね。むしろ手で打つというよりは全体で打たなくちゃいけないんですけど、僕の場合下手くそなので結構肩周り痛かったりしてます。あとは有酸素運動も例えば、縄跳びとか、あとは常に動き回ってるので有酸素運動も組み合わさってるんですね。なのでだいたい毎週行った日に関してはやっぱり夕食食べ終わった後体重測るんですけど、普段に比べると1キロ弱ぐらい落ちてるんですね。で、何よりそのボクシングがいいのはストレス解消になりますね。本当にストレス溜まってる時に一心不乱にサンドバッグがあって一心で殴ったりとか、あとはきちんと練習をしていってきちんとパンチを打てるようになると強いパンチも打てるし、で強いパンチを打つとミットとかサンドバッグで音がしたりとか、なんかでっかくするしたらサンドバッグがドコーンって入れたりとか、そういったのもできるようになってくるので、やっぱりボクシングいいなと思いますね。僕は本当はボクシングどちらかというともともと見るのが好きだったので見に行きたいんですが、今こういう状況なのでなかなか密集した状況で見に行くのが難しいんですけれども、そういった理由でボクシングのトレーニングすごく体力向上にはいいなと思います。なかなか、コロナ対策をしているジムもあるし、で時間制とか、いろんな経営者の方たちが対策をしながらやってくれているので、心配ではありますけれども、こればっかりはね仕方ない部分もあるので、もし時間があって余裕があるんだったら、ボクシングに限らずジムとかに行って、運動するのもいいんじゃないかなと思います。やっぱり自分の
体重だけ使うよりも機械とか使ってねトレーニングした方が、まあ、負荷も上がりますし、そういう意味ではトレーニングいいんじゃないかなと思います。まあ、今日の話はですね、どちらかというと僕の趣味の話になってしまったんですが、まあ、衰えてしまうと大変ですよっていう点で、まあ、過去の自分に対してまたアドバイスを送るという形で、ちょっとまあ自分の趣味も入れながら話をさせてもらいました。まあ、僕のチャンネルではこういった形で過去の自分に向けてアドバイスを送るというテーマで話をしております。まあ、もし役に立ったらいいねとかコメントとか、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。